白池地獄、白池かな。なんかジャングルみたいな。ジャングル。これでかっ。何ていうのかな。石のやつ。石で作ったやつ。でかい。あ、風が気持ちいい。熱帯魚か。まさかのガラス越しに水槽があるってよく見えんちゅう。ガーパイク、こま水槽の割にこま向こう側の方が見えるんだよ。ピラニア。なんならこの木の方がすげえよ。ドーン。アマゾンの大容魚ピラルク。扇風機当たるずりぞ。あ、いばい。涼しいやろ。汗が引いた。汗かいた。この可愛い顔、なんとも言えない。ガラスは拡大鏡ではありません。はい、これが白池か。白池地獄。ちょっと緑がかった感じ。若干ね。うん。久々に出会いましたね。出会った。ラムネソフト。前髪が。あっち。あっち。どっちがどっちの毛かわからんけど。どうぞ。うん。ちょっと。ちょっとシャーベットっぽい感じ。多分あそこで食べたやつよりかは。あそこは本当ソフトクリームだと思う。いただきます。はい。シャーベットっていうか近い。あー、うまい。治療中の歯にしみる。いい顔。ひな池地獄。赤いね。下が赤いんだ。暑い。暑い。暑いね、湯気が。あ、鯉がおる。すぐ魚に反応する俺たち。恋の真似。恋の口の真似。階段やころ。階段やころ。デンジャー。デンジャー。デンジャー。危険が危ない。最後の竜巻地獄に到着しましたね。間に合った。今5時半。間に合ったね。あ、5時半、4時半。あと10分ぐらいで、うん、吹き出るらしい。らしいね、うん。間に合ったね。ちょっと楽しみにしておきましょう。うん、お、急に出だした。ザブン。これから約7、8分ほど仕上がってもらいます。7、8分も出るって時計も見らんよね。何十秒とかとか思ったやん、うん、俺もこんな長いん。でもあれ囲ってなかったら30メートルぐらい上がるって言ったね、さっき。うん、そうやろね、勢いがちょっとあるしね。40分休んで、6分から10分。圧縮されちゃうときに105度いくの。そうやろね。柑橘製バッグにどうぞ。この人だかりでございます。とりあえず暑い。エアコンの効いた車に行きますか。乗りましょう。全7箇所、うん、とりあえず制覇できましたね。
4時40分制覇しました。制覇しました。では今から車に戻りたいと思います。避難しましょう。はい、じゃあ帰りましょう。はい、ということで地獄巡り巡れましたね。7箇所。ちょっとバタバタでしたが暑かった。行ったことなかったとこもあったんで面白かったです。私は全部行ったことなかったき、よかった。最後ね、柑橘園も間に合ったんで入れた。よかったね。ただ一つ言えることは、夏場に地獄巡りをするものじゃない、地獄、ある意味地獄、暑くて、まあ、秋、冬、春がおすすめです、うんうん、そうね、うん、秋口、そうね、ちょっと寒く肌寒いかなっていう時ぐらいに行った方が、うん、あの湯気っていうかそんなんでね、温泉の湯気でめちゃくちゃ暑いね。暑い。はい、ということで皆さんも大分県に来られた時は別府地獄巡りしてみてはいかがでしょうか。さあ僕たちは今から帰ります。帰ります。今回もご視聴ありがとうございました。ゆらゆら繰り返されては光る。